細川勝久は、室町時代後期から、戦国時代にかけての武将、守護大名、備中国守護。官職は、兵部醤油。後に、兵部大輔。また、和佐助を称した、細川備中守護家当主。応仁の乱では、細川氏一門として、本家の慶長や当主で官僚、細川勝元の下で当軍として戦う。 しかし後に、勝本の子、細川正元と対立するようになり、備中に在国し両国統制に苦闘することになる。細川氏は、南北朝時代に、同族の足利氏の身長と共に、本願の三河国から来ない、四国にその勢力圏を広げており、中国への拠点として、貧乏国、備中国への影響を深めていた。当初は本家にあたる慶長屋による、 影響力の浸透を図ったようだが、後に、備中守護には、細川万氏を外する細川氏の一族が認じられ、この系統は、備中守護家と称されるようになった。勝久は、万氏の彦に当たる。三河にも所領があり、保育園一田付近にあったことが確認できる。万氏の兄、細川雷優の彦である、泉上守護家の細川京春は、野口城。 一田城を領有し、勝久は、重松城を領有していた。父から受け継いだ所領は他にも数カ国号などに存在したようであるが、幕府の植生としては、備中守護を世襲した。しかし守護下の備中統制は、成立時よりあまり強固なものではなかったとされる。鎌倉時代の守護の職権が、 大盆参加条と大番役などの軍事、警察的な正確なものであったの比べると、室町時代の守護は、幕府により、国内の省縁公領へ、統治的、経済的支配を及ぼし得る、様々な権限を付与された。すなわち、大盆参加条の権断権、に加えて広告7年、上は2年には、勝ッタ関の剣断権、施設巡行権が、昌平7年、 文野元年には、犯税給付権に限定して犯税が認められていたが、やがて全国で、犯税は高級化されるようになる、決処地給付権、単戦、胸別船長集権などが付与された。守護はこれらの権限を根拠として、守護士を園、省エン、公領へ派遣し、単戦、兵糧、妊婦などを挑発するようになった。また、 国家の機能を実質的に吸収し、国家の支配する公領を、自らの支配下へと組み込んだのである。備中は、南北朝時代を経ても、依然広大な国家を有しており、慶長屋は、備中を事実上の支配下に置いた。守護が満死に移った後も勝久に至るまでこの構図は、変わらず、単線徴収を行うにしても慶長屋の意向を、 伺う必要性があったようである。また、欧米14年に、文家の野州家当主、細川光国が、鴨山城を領有しており、これは、備中浅口郡の経営拠点となっていたと思われる。これらのことも、相まって、守護下には、両国統制に関する主体性の発揮という点で不満が蓄積されていた、ようである。 さらに、慶長屋の支配の及ばない地域での守護側による、徴収は、かなり過酷なものであったようである。つまりこの状況は、守護家による一円的な支配基盤が脆弱であった、ことを示唆しており、さらに戦国時代への移行期には、後継問題も加わり、その守護領国勢は大きく揺らぐことになる。細川市一門である備中守護家出身で、細川氏久の子として誕生。 勝の字は、勝本と同様、七大将軍、足利義勝から返気を賜ったものと思われ、この頃に元服を済ませたと考えられる。養子に義春。応仁の乱で勝久は慶長屋の細川勝本の指揮下で東軍の有力武将として戦っている。応仁元年5月26日には、落中の戦闘が始まった。勝本は、 小国寺日本人を定め、東軍の武田信方らが花の御所に西面する、山名総運法の一式吉直の屋敷を襲撃し、焼き払った。これに対し、山名、畠山、各派生ら西軍は応戦し、一条大宮の、勝久邸を攻撃した。京国、武田、赤松勢も加わり戦闘は激化したが、5月27日から28日に、 かけて勝久、京春、淡路守護、細川重春ら、細川はじめ門の屋敷が炎上している。勝久屋敷跡には、ノりまさじがあり、大ノりまさじ細川へと記された石踏みが、混流されている。この後官軍となっていた、東軍有利に事態は進展していたが、5月10日に、山口を出立していた、大内正弘らの軍勢が、7月20日に、 ハリマ国兵物に到着し楽中へと押し寄せると、事態は一変した。足利義美は伊勢国へ出奔し、西軍は9月1日に武田信方が守る美本院に総攻撃をかけて、陥落させた。また楽東でも一大合戦が行われ、南禅寺や昇霊院などの由緒ある寺寺が壊滅的な被害を受けている。戦況は西軍有利に展開しており、 東軍に残されているのは、花の御所と昭国寺の一体だけになった。10月3日、西軍が昭国寺を攻め立てると一部の層がこれに、内容して放火。炎の中での激戦の末に、東軍は退却し、花の御所に追い詰められた。西軍はさらに花の御所のダッシュをも目論むが、西軍諸将も花の御所の攻撃はやや春巡している。うちに、翌4日には、 畑山正長率いる、東軍3000の軍勢の猛攻を受けて退する羽目になった。この後、落中での戦いは、こ着状態となっていく。なお、三河の重松城は、駿河守護、今川義忠により攻略されている。この対乱を機に、備中でも自社領や、区下領の荘園に対する土着武士の争奪戦が、激化していた。それ以前に、干渉2年。 新位未相では、守護秘官安富氏の大官支配を退け、当時の直轄支配を要求する、土一揆が発生している。これは守護の集奪に対する反発が高まってきていた、ことも、延因と思われる。備中守護大将元助は、伊豆守を称し、猿が狩城を本拠に勢力を強めていた。応仁の乱の最中の文明三年。 守護細川氏に属して、ビンゴ柏村で、関視と戦い、弟、助長を失っている。文明十二年三月、安富元やらと共に、丹波国に発行、一宮宮内大輔を討滅し、後にその功を、元家と争っている。少子は、本来京長屋が悲観化していたが、やがて、備中守護家の悲観ともなっていた。勝久が屋の官僚、 細川正元と対立すると、遠徳三年にはその命を受けた、小元助との間に抗争が生じた。元助は、佐抜の香菜師、美前国の松田元藤らと連携して守護勝久方の軍勢を打ち破り、五百四人を打ち取り守護方の蔵を略奪した。いわゆる、備中王合戦が勃発したのである。在京していた勝久は、 よく明王元年に軍勢を引き連れて、備中に入国し、合戦に及んだ。この時世元側の章元助には、三村慎士郎、新見国常、秋葉元茂らが、葛久側には、石川玄造、小九志らがそれぞれ加わっている。葛久は、章元助らを破り、元助を国外へ追い出したが、慶長屋の援助を受ける元助は、秋国。 岩見国の国人の合力で再び備中へ出陣し、勝久とは僕した。形の上では守護の勝利に終わったものの、囲碁守護の権威は大いに衰え、有力黒人勢力が台頭してくるのである。勝久が名王2年に読んだ歌が、金言和歌集に収録されているが、その後活動の記録が途絶えるため、死去したと推測されている。勝久の光景には、 阿波守護家から細川茂之の次男であるの勝ちを迎えていたが、これ勝ちは後に阿波守護家に戻り、家督を継ぎ、吉春と称したため、備中守護家の後継は空席となっていた。そこで、細川はじめ門である、細川春光森と昭子との間で対立が生じ、備中王合戦は再開され、昭子が推す阿波守護家出身の細川の持ちが、 備中守護となった。これ持ちは、正元の養子の一人である、細川住本の兄である。栄章の作乱の後に住本は一時、慶長矢の当主となるが、やがて住本に代わり、野州家出身の細川高国が、慶長矢の家督を握った。これ持ちの死後、高国の実父である、細川正春が、備中守護となり、その子孫は、 備中において、一定の勢力は保持していたものの、戦国時代においてはすでに守護としての実験はなかった。備中は守護代であった、昭子、石川氏また昭子との連携を深めていた三村氏さらに、伊勢市、須山市などの備中36市と称された、諸勢力が、国人としてそれぞれ割拠する状況であった。これを助長したのは京町やのみならず、大内氏。 さらには歯を競う甘らの介入が続いたことによる。これらのことも、相まって守護家が、備中の戦国大名へと変貌することはなかった。戦国大名として、備中を制したのは、毛利氏であった。ありがとうございます。